12月10日に埼玉県の某川でワニ主催の、魚取りオフを開きました。その際に捕まえましたウシガエルを今回は調理して食べたいと思います。よいしょ。どうもワニです、今日は川で捕まえてまいりましたこのウシガエルを調理して食べたいと思います。このウシガエルは特定外来生物に認定されており、生きたまま移動や、飼育をしてしまうと法律の違反となってしまいますので、必ず、持ち帰る際はこのように殺してから持ち帰るようにしてください。じゃあまず頭を落としたウシガエルの内臓を取っていきましょう。お、まだ動いてる。こ、こわ。俺の包丁が悪すぎるのか。お、やっと腹が切れた。よいしょ、肛門の方まで咲いてと。ここはお肉で、こっちが内臓ですね。お、この丸いブツブツは卵の元かな、もしかして。よいしょ。あ、これちょっともう引きちぎっちゃう。あ、じゃあ内臓は、すんごい、これ卵かな、やっぱりすんごい黒いの入ってる。結構黒いな。はい、こちらが内臓を取ったウシガエルですね。で次にウシガエルの皮を剥いていきます。もうこれ切れ目があるんでね、ここからね、これを思いっきり掴んで、うわー、あ、すごい、もう何これ、服を脱ぐみたいに剥けてくるやん。ほら、おー、面白い。トロン、ほら、これ後ろからほら、あの上着をお預かりしますみたいな感じで向けてく。あー、ここちょっと、あ、ちょっと残っちゃうね、先っちょの方がね、指の先っちょはね。はい、次はズボン脱ぎましょうね。おー、わ、筋肉むき、これ食い応えあるわ。すごいな、足の筋肉、本当にムキムキマッチョなんだ。おお、よいしょ、あー、ブランカ、よいしょ、おお、脱ぎ終わりました。すごいな、これで財布とか作ってもいいですよ。皮がね、一番臭みがあるっていうんでね、しっかり取っていきましょう。で、まあ、ウシガエル食べられるとか、まあ、ほとんど足だけですね。てか足はすごい肉厚で、まあ、手も結構筋肉あるんで、これ食べてもいいかもしれないですね。お腹の部分は全然食べるとこほんのちょっとしかないですね。手足を外していきましょうかね。手で取れるかな。ちょっとなんか無駄に身を取っちゃいそうな気がするな。結構骨が硬いんで、これ気をつけないと自分の手を切っちゃいますね。よいし、おい、もういい感じ。力づくという。うい。
はパターンやな。この肩の部分の骨とかもあったら邪魔だな。今回この牛ガエルを捕まえた魚取りオフなんですけども、まあ、他にもフナとかコイとか、モツゴとかシマドジョウとかカジカとかいろんな面白い魚が取れたんですけれども、ちょっとね、魚取るのに夢中になっちゃって動画全然撮ってないんですよね。しょうがない。で、まあ、こういった魚取りオフ、まあ、定期的に開催しておりまして、ツイッターの方で告知をしてますんで、もし興味があって参加したいっていう人がいればツイッターの方をフォローしてくれればいずれ参加することができると思います。